こんにちは。3月に入り、日差しも春らしくなってまいりました。さて、これから阿蘇の山々は野焼きが行われます。阿蘇の山は、カルデラからなる外輪山、そして、河口のある阿蘇語学で形成されています。この面積に対し、野焼きに対応する農家は、 後継者不足から減少し、作業が困難になっていますが、野焼きは阿蘇の景観を守るため必要ですので、皆さん、頑張っておられます。野焼き後、芽生える草は、牛や馬の飼料となるほか、水や空気など、自然の恵みを作り出すなど、いろんな役割を持っています。また、 阿蘇市で実証実証験を進めていますバイオマスエネルギーの材料としても期待されるなど新たな役割も生まれてきましたこれら草原維持に努めようと阿蘇グリーンストックが野焼きボランティアの活動を進められ10年を迎えました全国から野焼きボランティアを募り 養成し作業を手伝うという形でやってこられこれまでになんと延べ8,000人の方々が県内外から参加し草原を守ることに汗を流されていますその姿に地元といたしましても心から敬意と草原維持への責務を感じているところです 今年もまたボランティアの皆さんの力をお借りし一つの牧や組合が11年ぶりに野焼きを再開することになりました先日の割ちきりにも寒い中90人の方が来られ丸1日作業をされました本当に感謝いたしますまたこのほか 阿蘇市で独自に設けました阿蘇環境共生基金阿蘇グリーンストックと行っています赤牛のオーナー制度も草原を守る取り組みの一つとして多くの方にご協力いただいています正直申し上げまして日本一の草原とあって規模からもまだまだたくさんのご支援 ご協力が必要ですこの雄大で美しい阿蘇の自然を後世に残すためにどうかよろしくお願いをいたしますさて日の国熊本に春を呼ぶイベント阿蘇の火祭りがいよいよ阿蘇地域一帯で始まります本市では3月15日 岳に浮かぶ日本一のひもんじ焼きをメインに郷土芸能や特産市花火などがありますまた阿蘇神社で21日日降神事が開催されます私も毎年参加していますが火の独特な美しさが堪能できますぜひ皆様お越しください お待ち申し上げております。